中町先生。やめたの、飛鳥先生。まだ詳しくはホームルームで話すから。じゃあ大丈夫よ、ね、そしてそうじゃん。能清楚的明白，靠近我，然后别离开。可是难过的却不是回忆，因为回忆里哭泣的你。これ入ったら私と食べるだけだよ。